初代リッチモンド公、チャールズ・レノックスは、イギリスとフランスの貴族。イングランド王チャールズ二世と、愛人ルイーズ、ケルアイユの間の諸子。初代リッチモンド公 OB ニュー以降で、レノックス家の祖。ダイアナ元皇太子妃の先祖の一人でもある。1675年8月9日、3歳で父から、イングランド貴族のリッチモンド公、マーチ博。 セトリントン男爵に除せられ、9月9日には、スコットランド貴族として、デノックス公、ダンリー伯に除せられた。1681年に、ガーター勲章を受、受勲、主名頭に任じられ、1684年に、フランス王類14世から、フランス貴族の OB 入港に除爵され、イングランドとフランスの貴族となった。1685年に、 父が亡くなりおじのジェームズ2世が即位すると、署名頭を解任されるも、ジェームズ2世の下で、スコットランド海軍委員会に、所属、1701年に、スコットランド海軍司令長官に任命されるも1705年に、辞職、以後は、政治活動から手を引いて趣味に明け暮れ、1723年に50歳で、死去、息子のチャールズが爵位を継いだ。 1696年から1697年にかけてフリーメイソンのグランドマスターを務めた。また、クリケットを一般的なスポーツとして広めようと積極的に支援、1697年と1702年に大会を開催するまでになった。この性質は息子チャールズにも受け継がれ、2代にわたるクリケットのパトロンとして活動した。 1692年、ブルデネル男爵、フランシスの娘アンと結婚、3人の子を設けた。ルイーズ・バークレイ博、ジェームズ・バークレイと結婚、チャールズ第2代リッチモンド公安アルベマール博、ウィリアム・バン・ケッペルと結婚。ありがとうございます。